楽しかった夏休みが終わってしまって、秋の風が吹いていますね。子どもたちにとっては嬉しい夏休みだったと思いますけれども、仕事をしている母親にとっての夏休みの悩み事といったら、それは小学生の子どものお昼ご飯なんです。学校に行っているときは給食があるからいいんです。でも休みになったらお昼ご飯を何とかしなければならないんですね。今年私はもう腹をくくって、こうなったら家族全員5人分のお弁当を作ってやろうと決心をしました。お弁当を作るのって本当に大変ですね。でも出来上がっておかずが詰められたお弁当が5個きれいにテーブルの上を並ぶと、まるでおせち料理のようで、自分で作っておきながら惚れ惚れしました。見た目が大事です。茶色いおかずばっかりにならないように、緑の野菜、赤いトマト、黄色の卵焼き、栄養バランスはどうかな、あ、そうだ、今日は果物をつけよう、ヨーグルトをつけよう、いろいろと考えて工夫するんです。学生の皆さん、なんでお母さんはこんなにあれこれ考えてお弁当を作るか分かりますか？愛してるからですよ。私たちの体、この頭、髪の毛から頭から腕から足に至るまで、全部この体は口に何を入れるか、これで作られているわけですね。それだけじゃない、勉強するため時の頭の回転の速さとか、運動エネルギー、これも何を口に入れるかで決まったりするのかななんて思いながら、心を込めて作っているわけなんです。だから何を食べさせるのかというのは、とても重要な、責任ある、命に関わる働きなんです。でもこれは霊においても同じことが言えます。私たちの霊は何を食べて生きているのでしょうか？そうです、御言葉ですね。イエス様はマタイの福音書4章4節でこのようにおっしゃいました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。そうです、私たちの霊は神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんです。この御言葉を好き嫌いせず何でもよく食べているんでしょうか？もしかして好きなものばっかり食べて苦手な御言葉は残したりしていないでしょうか？うちの娘はお弁当でミニトマトを残しました。すると私は、ああ、マリちゃん、このミニトマトを食べたらお顔が綺麗な美人さんになれるのに残念だなってわざと言うんですね。このうちの娘と同じようなことを私たちはイエス様に対してしていないでしょうか？イエス様はこうおっしゃっているかもしれません。この御言葉を食べたらあなたは私に似た麗しいものになることができるのに残念だなと。神様が御言葉を与えてくださるとき、どんな心でしょうか？それはこれを食べると栄養がつくからね、これを食べると元気になるからね、霊の糧となるよ、骨太の信仰になるから食べなさい、このような心ではないでしょうか。今日の本文の詩編81編の10節です。あなたの口を大きく開けよ、私がそれを満たそう。そうです、私たちはくださった御言葉を何でも大きな口を開けて食べなければいけません。御言葉をより好みしてはいけないんです。使徒パウロもこう言ってます。使徒の働き20章32節、御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々とともにあなた方に御国を受け継がせることができるのです。毎日食べる御言葉、それは私たちが挑戦している毎日の聖書通読、そして礼拝を通していただく言葉、主のしもべからいただくミッション、聖霊様が直接くださる思い、神様はあらゆる方法を通してその時その時に私たちにこの御言葉を食べなさいと言って提供しているんです。その時この御言葉がちょっと苦手だったとしても、私の考えとちょっと違うなと思ったとしても、その御言葉こそが私に足りなかった栄養なんだ、この御言葉を食べることが私にとって成長になるんだと信じて受け取るものになることを信じましょう。アメン。
先日私はいつものように職場に出勤して、同僚の人や清掃の人におはようございますという挨拶をしていました。その時のことです。神様が私に家族に挨拶をしなさいという命令をくださったように思ったんです。確かに私は朝起きて頭がぼーっとしている時に家族におはようって挨拶していなかったんです。でもみんな眠くてあんまり機嫌が良くないので黙々と動いているわけなんですね。でもまあ全く話さないわけじゃないし、朝なんてこんなものだろうと思っていました。しかし神様は、私が職場できちんと挨拶するように、まず一番近くの家族に対しておはようとちゃんと挨拶しなさいとおっしゃったんです。こういう小さな御言葉を従順するというのがすぐにできるはずなのに、サボってしまいがちなんですよね。小さいがゆえに軽く考えてしまったり、この御言葉を聞いたのは私だけだから、みんなは聞いてないから私のことチェックしないしとか、あと、まあ、これは神様がおっしゃったんじゃなくて私が単なる考えたことに過ぎないのかななんて都合のいいように思い直したりしまいがちなんです。でも今回は、いや違うな、これ神様がおっしゃってるな、よし、もう小さなことに忠実にならなければと思いました。それで私は慣れないことを、朝の低いテンションの家族の中でのおはよう運動を始めました。これで劇的に家族が変化したというわけではないんです。だけど私がおはようという時に心の中で神様やりましたよって報告するんですね。すると神様がすぐ近くで、そうかってうなずいてくれるのを感じていて、そしてそうか、主は今日も生きて働いているんだっていう確信が生まれてくるんです。それで分かりました。神様は朝一番に私に主は生きて働いてるんだっていう確信を与えてくれようとしてたんだということだったんです。小さく思えるこの朝一番の目覚めの小さな出来事、これに対して神様は朝露という言葉をその後くださったんです。以前砂漠で生きている人がこの朝葉っぱにたまった一滴の朝の雫、朝露をこう大事にとって口の中にこう流し込むというシーンをテレビで見たことがあります。このたった一滴の雫、これが渇きを潤す命の源になるんです。この御言葉が命の源なんです。ですからこの御言葉を食べると聖霊が働いて私たちの力が湧いてくるんです。ですから御言葉を実践すること、御言葉通りに生きるということが大事なんです。そしてそうすると主は霊においても肉においても私たちを満たしてくださるんですね。アーサー・ホーランド先生という主のしもべ牧師先生がいらっしゃいます。先生は深みにこぎ出して網を下ろしなさいという御言葉を神様からいただきました。そしてその言葉通り新宿歌舞伎町という深みにこぎ出していきました。そうするともう見たことがない深海魚のような珍しい大きな魚ばっかりが釣れたんだって言います。どういうことかというと、大物のヤクザの親分とか、それを率いるそれらの仲間取り巻きたちがみんな集まってきてイエス様の福音を聞き始めて、そしてみんな救われていきました。また先生はアフリカに行って伝道したことがあります。日本の集会の中であるアフリカ人が、私が国に帰ったらあなた呼びますから絶対来て宣教してくださいねと言ったので、それで本当に招待されてアフリカに行ったそうです。当時のアフリカは今よりももっと貧しくて汚くて過酷な環境でした。でもその時およそ1ヶ月間いたんですけれども、およそ60回の講演をして、もう熱心に福音を述べ伝えたそうです。そこで多くの癒しの奇跡が起こって、救われた魂がもうたくさんあふれたそうです。しかし問題が発生しました。現地で賄ってくれるはずだった1ヶ月のホテル代とか往復の飛行機代、これらがいろんな事情から支払うことができない、もらうことができなくなってしまって、自分たちのお金で何とかしなければならなかったそうです。
それで何とかして日本には帰ってきたんだけれど、そうすると自分の働きをしている事務所にはまだ給料を支払えていない事務職員が働いていて、もう先生は途方に暮れてしまったそうです。主よ、あなたの御言葉に従いました。多くの魂が救われて感謝します。でも私たちの生活はどうしたらいいんでしょうか。神様助けてくださいと切に祈ったそうです。するとある日のこと、この給料を支払えていない事務職員がびっくりして声を上げました。先生、お金が振り込まれていますと言うんです。よく見てみると、それはまた大金で、アフリカでの1ヶ月の滞在費、また交通費、飛行機代、また支払うべき給与、それら全部合わせた額、ぴったりの額が振り込まれていたそうなんです。それは見たこともない、会ったこともない、思わぬ人からの宣教献金でした。どうかこれを主の働きのために使ってください、そう言って与えられた献金だったんです。本当に神様は私たちが口を大きく開けて御言葉を実行するときに必ず全てを満たしてくださる方だということを信じましょう。たとえ困難がやってきたとしても、それを乗り越える神様の奇跡、この御業を体験することができて、さらに強く神様を証しすることができるように導いてくださるんです。私にも証しがありました。私たちの家族が今の家に引っ越してきてからもう4年が経つんですね。皆さんご存知のように、私たちがこの家を購入したというのも神様の御言葉があったからです。御言葉を食べよう、従順しようとして、それがきっかけで始まったことです。しかし全てが順調に進んだというわけではありませんでした。まあ、これまでもいろんな証をしてきましたけれども、そういう大変なことがあって、神様の導きがあって、やっと売買契約が成立しました。しかしこっから先もまだいろんな事件があったんです。成立してからなんと私たちは7ヶ月間引っ越すことができずにいたのです。いろいろな事情がありました。売り手の事情で契約者が法的に変更となってしまいました。古い家だったので、なんと引き渡し前に大雨が降って雨漏りをしてしまいました。またやっと引き渡しが完了したと思ったら、あんまり使われていなかった2階の水道が詰まって水災害が起こるという被害を被ってしまいました。いろいろな事件が起こるたんびに、私たちはどうしよう、お金がないし、神様とこう口を開けて祈るしかなかったんです。しかしこれらすべての事件が起こるということを神様はあらかじめ知っておられたんです。私たちが買ったのは中古の家だったので、入居前にところどころリフォームをしなければいけませんでした。そしてこのリフォームについて神様は主のしもべを通して細かく教えてくださったんです。ここはリフォームしていいけれども、ここはリフォームしない方がいい、今じゃない、いずれここはリフォームする時が来るから、ここはやらなくて大丈夫、こことこことここはというふうに細かく教えてくださったので、私たちはもうその通りにしたわけなんですね。するとリフォームしなかった箇所でそういった水災害という、まあ、事件が起こっていったんです。しかしこれが感謝だったんです。このありがたいことにですね、これらの事件で私たちが自分でお金を工面して何か負担をしてマイナスになるということが一つもなかったんです。つまりこのタイミングで私たちはやらなかったリフォームをお金をかけることなく全て済ませることができるようにしてくださったんです。神様って私たちがお金がないの本当によくご存知で、どのようにしたらうまくいくか細かく御言葉をくださって導いてくださったんです。神様はこのようにして御言葉に従うという訓練をさせながら、私の生活の家庭の基盤というのを作ってくださいました。神様に仕えるために、教会を通じて主の働きができるように、また安心して生活できるように家を備えて、また整えてくださったんです。初めはそれが分からずに
御言葉を食べることを怖がりました。こんな御言葉食べられるだろうか、私たちには難しいんじゃないかと恐れる心がありました。しかし思い切って口を大きく開けて御言葉を実践したら、神様はいつも必要な時にそれを満たしてくださったのです。先日木曜のプニューマ礼拝の時に伝道師先生が私たちに尋ねましたよね。何によって人生を生きているのですかと。この問いかけに私はこんなに満たしてくださって備えてくださったイエス様のことを信じて、そして経験して知っているのに、それにもかかわらずまだ経済的に恐れて不安になる自分の姿というのを見て、本当に悔い改めに導かれたんです。私は心を変えて、イエス様、あなただけが全てです、あなたを求めていきますと、この時告白をしました。するととても上渇きを覚えたので、私はさらに口を大きくこうやって開けて、このように宣言しました。あなたの御言葉が私の命です。あなたの御言葉、神様、あなたはその御言葉そのものです。私はこの御言葉を食べます。この御言葉を食べて従うものになります。ずっと共に神様といたいから、このように言ったんですね。皆さん、食べるもので作られている私たちなんですね。だから御言葉を毎日毎日毎日こうやって食べていたら、私たちの霊はイエス様に似ていくものになれるんですよ。私たちは成長させてくださる神様、御言葉なる神様を信頼して、どんな御言葉も口を大きく上げて食べるものとなりましょう。アメン。そしてこうやって口を大きく開けて御言葉を食べるもの、そういうものには神様が全ての必要を満たしてくださるということを信じましょう。口を大きく開けた私たちがたくさんの主の御業を語って、そして神様の素晴らしさをどこでも伝え、述べ伝えるものとなりますように、そのような私と皆さんとなることをイエス様のお名前でお願いします。一緒に祈りましょう。私たちを養って成長させてくださる御言葉なる神様、あなたを信頼してあなたに向かって口を大きく開けて従っていきます、満たしてくださいと一緒に祈っていきましょう。主を感謝します。いつも御言葉なる神様、あなたが御言葉で私たちを連れて行ってくれ、あなたのそばに連れて行ってくださって、こうだよと教えてくださり、導いてくださることを感謝します。神様、あなたの御言葉が怖い時がありました、難しいと思う時がありました。しかし神様、あなたは私たちができないことを無理やりやれという方ではありません。神様、あなたはこれを食べたらあなたはきっと栄養がつく、大きくなれる、成長される、信仰が与えられる、そのように私たちに下さる御言葉なんです。ですから私たちはこれを食べます。大きな口を開けてあなたの御言葉を食べて従うものになります。そしてイエス様、あなたに似ているものになりたいです。御言葉を食べることによってあなたと一緒にいることができることを私たちは知っています。もっともっとあなたと一緒にいたい、もっともっとあなたと一緒にいますから、もっともっと食べたいです。私たちのために一生を備えてください。
私たちの心に生きる方、死ぬ方も落ちるの御言葉にかかっている、この御言葉を振り返っているものがないように、あなたの方を使っていくものです。あなたの御言葉を手の切れにさせている、私たちの命の言葉を、私たちの心に定め、私たちの生きる方から言葉に生きる御言葉を語られてください。私たちの本当に生きる神様の素直な心を知らせ、あなたの神様が神様に、私たちが主を考えることを、私たちが知ってください。Thank you.
私たちの神主であります。主が私たちをエジプトの中からこの世の中から連れ出して救ってくださった神です。主に向かって私たちは口を大きく開けます。私たちの口を満たしてくださる方は主あなたを一人しかいないからです。主に向かって口を開けて主を御言葉を求める時御言葉を与え主を霊肉とともに満たしてください。主が私たちの主なる神様だからです。主に頼っていく私たち一人一人を主を満たしてください。感謝しイエス様の御名によってお祈りいたします。それでは礼拝のために用意した捧げ物を捧げたいと思います。神様、命の御言葉を感謝いたします。心から素直にこの献金をあなたに捧げていきます。どうぞ主の御国のためにご利用のために用いてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。主の
聖殿での礼拝に参加される方は感染予防のためにそれぞれの家庭と聖殿の入り口で体温チェックをお願いいたします。アガペ教会のリバイバルと成長のためのお祈りをお願いいたします。担任牧師先生や全生徒の方、教育者の健康のためにお祈りをお願いいたします。今週お誕生日を迎える方がいらっしゃいます。9月17日火曜日はキム・ジンソ姉妹のお誕生日です。おめでとうございます。それでは牧師先生より捧げられた献金の祝福のお祈りと祝祷を持って礼拝を締めくくりたいと思います。神様、感謝いたします。本当に私たちが主に向かって口を大きく開けることができる、これがまさに主の恵みであります。大きく開ける時に主が満たしてくださるから感謝いたします。今日も主の御前に信仰を込め捧げ物を捧げました。捧げた一人一人を覚えてくださり、豊かに満たし祝福してください。感謝し、イエス様の御名によって祝福しお祈りいたします。今は救い主イエス・キリストの無限なる恵み、父なる神様の子愛、助け主聖霊様の導き助け交わりが、今日一部日本語礼拝を捧げて帰られる一人一人の上に、これから常しえまでも共にありますように。ハレルヤ、すべての栄光を神様に返します。